はい、今回もですね、紹介していくんですけど、今回も渋いですよ。皆さん、もう忘れてるかもしれないね。じゃじゃーん。チソンパーク。かっこよくないですか、チソンパーク。めっちゃかっこいいじゃん。見えてるか、見えてるよね。マンチェスターユナイテッド。もともとはね、PSV にいたんで、PSV のカードもあるんですけど、俺は持ってないんですよ。別にいらないんで。これが多分、マンユの中で最も多分、使えるカードかなと思うんですけど。中盤の右サイド。スタミナエグいって。スタミナ19やで。やばない。ちなみにこのゴールパフォーマンスでね、喜んで飛んでるその後ろにいるのが、ウェイン・ルーニーっすよ。すごいでしょ。この人はでもね、映像で見ますけど、むちゃくちゃ走りますよね。まあ、残念ながらクオリティがちょっとね、なかなかないので、あれですけど、質より量っていう感じで、やたら走りますよ。で、ちなみにね、本田圭佑が日本人で初めて、ワールドカップで3大会連続ゴール決めたじゃないですか。その前で言うとパクチソンはそうなんですよ。3大会連続ゴールなんですよ。すごいでしょ。レジェンドオブレジェンドですよ。それが白である。88ですからね。いいですね。この人なんかはね、多分今、代表に入っても、普通にレギュラーを取れるだけのクオリティがあるんですよ。まあ、プレミアではね、クオリティをなかなか示せなかったですけど、もう韓国代表とかって間違いなく、スタメンですね。どこでもこなせますからね。右サイドもこなす。まあでも、インサイドハーフがベストポジションかな。まあ、この人チャンピオンズリーグアジア人として初めて取ってるんですけど、試合には出てないんですよ。ベンチも入ってなかったんですよ。でも2回出てるんですけど、2回目はチャンピオンズリーグの決勝の舞台には立ってるんですよ。勝てなかったですけどね。どんだけすごいねんって、本当に。すごいですよね、本当に。アジアのレジェンドですよ。これはみんな持っといた方がいいんじゃないですか、アーチーソンパークは。これ1枚10億円やったら売るわ。10億円じゃないと売らへん。これと孫文みはレジェンドやからね、マジで。まあ、結局こういうの見てるとね、やっぱなんかこう、肉体的な強さで言うとまだ韓国にはかなわへんのかなって。南野とかでもね、いい選手なんですけどね。いい選手なんですけど、まだね、この力では韓国に及ばないっていうね。まあ、総合力では日本の上なんですけど。とこですかね。まあ、でもこの人結局ね、前何年ぐらいいたんやろ。10年は言い過ぎやな。でも、7、8年はいたよね。すごいよ、アジア人がさ、トップオブトップのマンチェスターユナイテッドに、7、8年いるって、普通じゃないよね。で、この人もともと J リーグでもプレーしてるからね、京都サンガやったかな。でもうプレーしてるから、J リーガーでもあるわけですよ。すごいでしょ。夢あるよね、J リーグからマンチェスターユナイテッド。香川かチソンかどっちかやな。まあ、そんな感じで、はい、今回はですね、パク・チソンの紹介でした。ありがとうございました。